鏡文字とは、上下はそのままで左右を反転させた文字である。鏡文字で文章を綴る際には、文字の進行方向も、言語本来の進行方向に対して、左右逆になる。鏡に映すと正常な文字、文章が現れる。胸像文字とも言う。ボンネットに鏡文字のあるオーストラリアキャンベラの、救急車左利きの場合自然と鏡文字を書くことや、 5から6歳までの子供が無意識に鏡文字を書く事例が知られているが原因はよくわかっていない。左利きの人が右利きにされた場合に突然鏡文字になる場合もある。学習障害、脳血管障害、パーキンソン病、頭部外傷等の脳の障害によって鏡文字を書く事例も存在する。救急車などの緊急車両には 緊急車両前方の車両の運転手がバックミラーなどで緊急車両だと判別しやすくするため車体前面に鏡文字でアンビュランス等と書かれている場合も多い古代ギリシア文字やヒエログリフでは文字の進行方向や開業方向が右か左かに限定されておらず文字や開業の進行方向に合わせて文字の向きも逐一左右反転していた似た言葉に 逆さ文字があるが、そちらは上下を反転させた文字を指す。レオナルド・ダヴィンチ風の鏡文字、ウィキペディア新しい文字を作る方法として、元からある字にダイアクリティカルマークを加える他に文字を回転したり反転したりする方法が使われることがある。この方法が代々的に使われているのは国際音声記号だが、180度回転された文字が多く、反転は少ない。 左右反転は、上下反転は、などがある。チベット文字には、インドのソリジタ音を表すために、文字の反転を使用する。説問開示によると、死は、こうを、さ字は、人を、日は、銃を、丸は、即を、は、さしを、は、佇みを、気は、つを、は、顔、それぞれ左右反転した字であるという。また、 春秋差し伝先行15年には、性を反転した字が、とぼしであるという、ありがとうございます。